アメリカでは新型コロナのワクチンを2回接種したにもかかわらず、感染する人が増えていて、変異ウイルスへの不安が高まっています。ワクチンの接種が加速するアメリカですが、一部の変異ウイルスに対しては予防効果がない可能性があります。アメリカの CDC ・疾病対策センターによりますと、ワクチンを2回接種して2週間が過ぎた後に感染したのは、今月20日時点で、 7157人です。接種を終えたおよそ8700万人の0.008%余りと割合は少ないものの、各地で変異ウイルスによる感染が確認されています。アメリカの一部メディアは既存のワクチンは変異ウイルスの一部には効果が少ないと確認されたとしています。